再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。議席1番、与那覇則夫議員。3、交通安全について1、読谷クリーニング店前三叉路信号機は時間差があり、横断する歩行者が危険と思われます。安全対策についての考えを伺います。2、村内の三叉路に時間差がある信号機は何箇所あるか伺います。3、指摘した三叉路の過去3年間の事故件数があれば伺います。安田義知生活環境課長。ご質問3の1についてお答えいたします。県道6号線にある当該信号機は地差し信号機で約6秒間の時間差があります。嘉手納警察署へ時差がある理由を確認したところ、宇佐公民館から高志郎向け当該交差点から余裕を持って右折することができるようにするためと聞いております。安全対策につきましても、横断歩道は歩行者優先であり、それこそが安全対策という認識であります。次に2についてお答えいたします。嘉手納警察署へ確認しましたが、地差式信号機の設置場所はデータ化されていないとのことでしたので、村内を循環し確認したところ、当該信号機は9箇所ありました。最後に3についてお答えいたします。これも嘉手納警察署へ確認しましたが、手作業での確認になるため短時間での回答は難しいとのことでした。ただ担当警察官の知る限りでは、当該場所での交通事故の記憶はないとのことです。与那覇則夫議員。村内を巡回し、時差式信号機が9箇所あるとの、答弁です。9箇所の設置場所を、伺います。安田義知生活環境課長。今の申し上げましたように、嘉手納警察署からはデータ化してないということで、実際循環をして、巡回をしていきました。で、私たちが、調べた限りでは、約50箇所、信号機がありまして、その中の9箇所ということで、その場所について今、一つずつか、ちょっと記憶はしておりません。で、ただ国道について3箇所、県道について6箇所というところまでは、資料として残しておりますので、答弁したいと思います。それで与那覇則夫議員。当該信号機がですね、時差式信号機になったのは、いつからですか。もし分かるでしたらお答えをお願いいたします。安田義知生活環境課長。それについては確認しておりません。はい、議長。与那覇則夫議員。旧読谷バスセンター横の道路、宇佐公民館側の東側から西側に抜ける道路は以前一方通行でしたが、最近、今現在は対向通行に変更されています。その関連で当該信号機が時差信号機になったかどうかと伺いたいんですが、それは把握してないかと思います。それで、時差がある理由を確認したところということで答弁ありましたが、宇佐公民館から、高潮向け県道6号線ですね、ここは当該交差点から余裕を持って右折することができるようにするためであるとのことですが、警察署のデータ等でですね、1日に右折する車両の台数が分かりますか。もし分かるのであればお答えをお願いいたします。安田義知生活環境課長。
まあ、嘉手納省のデータということですけど、その確認はしてませんけど、多分そのデータも持ち合わせてはいないと思います。でただの僕たち現場の方も行ってますので、現場に行った限りでは、そこで右折する車両は見受けられませんでした。で、日頃から私の方もその場所は、よく通っておりますので、本当にまれにですけどこう右折をする車があるというのは確認しております。で、向こうは普通の T 字路というわけではなく、鋭角的な交差点になっておりまして、だいぶ大きく大回りをしないといけない場所にもなりますので、そういう意味でその6秒間という時間が設定されているのではないかというふうに考えております。はい、議長1番与那覇則夫議員。そこの、信号機のあるところは尊道高潮線から宇佐線に抜けるのもですね、交差してしたりして、ちょっと変則的な、参照というか十字というかあるんですね。まあ、今そんなに多くない、まれにあるにしか見てないということでありますが、まず1日にですね右折する車両、さっきも答弁あったように多くはないんですよ。もし時速30キロ、ここ法定速度時速30キロなんですね、30キロメートルで急ブレーキをかけた場合、車両が完全に止まる距離は、いくらだと思いますか。もし分かるんだったらお答え願います。安田義朝生活環境課長。車が急ブレーキをかけて停止するまで、いろいろその日の天候であったり、いろんな条件が変われば、その距離も変わってくると思いますけど、おおむね、時速30キロだと 11.3 メートルというふうに言われています。また40キロでは17.3 メートルというふうに言われております。与那覇則夫議員。約6秒間の時間差は私も確認をしました、測りました。宇佐公民館より信号機には宇佐公民館よりの信号機には歩行者横断信号がついていて、横断歩道も設置されています。しかし、高潮寄りの横断、高潮寄りにはですね横断歩道はありますが、歩行者横断信号はついてないんですよ。おとといの火曜日のですね、私午後5時30分ごろ向かい側のちょうどクリニック店前にいました。数名の高齢者がですね、高潮より、反対側の信号が赤になったためにですね、横断歩道を渡ってきたんです。宇佐公民館、県道の6号線、宇佐公民館から高潮向けの信号機はその時青なんです。その通行する車両は慌てて徐行して止まったんですね。それで私はすぐクリーニング店の店の方に行きまして、そこの方に話を聞いたんです。事故とはないんですかと聞きましたら、クラクションや急ブレーキの音は聞いたことがあると言ってました。そう伺いました。この場所はですね、宇佐公民館から高潮向けのこの道路、県道の高校生の道路は下りになっているんですね、下り。そのためスピードが超過しやすい道路なんです。私は当該信号機をですね、時差式信号機ではなく同時信号機、赤れば反対側も赤、青であれば両方青ということでですね、同時信号機にすべきと感じていますが、答弁を求めます。安田義朝生活環境課長。今回の一般質問が出て、嘉手納警察署の方に、その内容について確認をしております。
で確かに6秒間、という、時差があるということで、今おっしゃられたような危険もあるという、まあ、そのこともお伝えしております。今、実際嘉手納警察署としては、実際その時差式を解消することについては今消極的であります。でこれについて、まあ、今申し上げたように今右折する場合のことも含めて嘉手納警察署としては考えを持っているようですので、私たちも、まあ、これからですね、その場所についてもう少し、調査をしないと、具体的なお話し合いができないのかなというふうに考えていますので、そこは、これから、お話し合いをさせていただきたいと思っています。与那覇則夫議員、今の話を聞きますと、もう消極的だということで、ちょっとショックを受けておりますが、関連者の方ですね、実はこの場所、東側から横断するとき、赤しかないんです、赤。向こう側は青なんですね。ですから、とても時差進行機で、時差があることが一番怖いんです。ですから、その辺ですね、本当に皆さん、担当課、ぜひ調査してですね、これをしっかりと検察署に届けて、事故がないようにですね、未然に防ぐために、ぜひ、努力していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次、4番に移りたいと思います。公共施設等のトイレについて、丸1、ちびちり釜横、トイレを洋式に改修できないか伺います。丸2、ちびちり釜を訪れる観光客は年間いくらか伺います。丸3、各施設のトイレのドアに和式、洋式の表示ができないか伺います。屋良長慶商工観光課長。ご質問4-1についてお答えします。ちびちり釜横の公衆トイレは、男子トイレに和式1機、女子トイレに洋式1機、和式2機、多目的トイレに洋式1機が設置されております。ちびちり釜を訪れる観光客は、洋式を使い慣れた修学旅行の生徒が主となっており、また高齢者が和式を使用するのに不便を感じることから、和式を洋式に改修を行ってまいります。ご質問4-2についてお答えします。年間の観光客は、把握しておりませんが、関係者にヒアリングを行ったところ、年間150団体以上が修学旅行に訪れております。ご質問4-3についてお答えします。ちびちり釜横のトイレ、公衆トイレについては和式、洋式の表示をしてあります。与那覇則夫議員。再質問でいきます。ちびちり釜の横のトイレの建築年月日が分かりましたら、お答えをお願いいたします。屋良長慶商工観光課長。建築年月日につきますと平成7年、3月30日でございます。はい、以上。与那覇則夫議員。トイレの和式、トイレを和式から洋式に改修する場合の改修費用はいくらと考えていますか。屋良長慶商工観光課長。和
式の大便器からですね、洋式の大便器からの、改修工事として、約20万円ほどと考えております。はい、議長。与那覇則夫議員。トイレの和式を洋式に改修を行ってまいりますとの、答弁には、感謝します。確認ですが、和式トイレは男子トイレに先ほど答弁あったように和式1機なんですね、女子トイレに和式2機あります。洋式に改修予定のトイレは男子1機女子1機の合計2機と思っていてもよろしいですか。与那覇町経商工観光課長。はい、そのように考えております。与那覇則夫議員。去年の9月に起こった、ちびちり釜器物損壊事件後、例年の約3倍強の方々が訪れているように思います。修学旅行の生徒以外に高齢者や米軍関係者等も見られます。そこでいつごろ改修工事に入る予定なのか答弁を求めます。与那覇町経商工観光課長。改修についてはですね、財政の方ともちょっと調整が必要となってきますので、その辺の調整がつき次第、改修していくということで、考えております。はい、議長1番。与那覇則夫議員。早めの対応をお願いいたします。ちびちり釜の横のトイレのドアにですね、和式洋式の表示を一般質問したところ、早速本当にで大きな20センチぐらいのですね、文字で表示していただきました。スピーディーな取り組み感謝します。できました。用具入れ、都内用具入れなんですね、の表示もお願いをいたします。そして、関連質問でありますが、最後に、いろんな公共施設、そんなにはあります。公共施設のトイレにも、小さくてもいいですから、和式洋式、用具入れの用事をする必要があると感じているんです。ですから、その辺の取り組みよろしくお願いしたいんですが、誰か答弁をお願いいたします。しばらく休憩いたします。再開いたします。山内義親与田村推進部長。はい、今公衆トイレに、における表示の話なんですが、公衆トイレに関しましては公園とか観光客よりは地元の村民が多いのかなとは思ってるんですが、それとあと、考えられるとしたら、道の駅であったり、あと、ザキミ城市ですか、そういったところに公衆トイレがあるのかなと、あとそうですね、思い当たるのはそういったところ、あと運動広場の周りですね、体育施設の方ですね、そういったのがあるのかなと思ってますので、その辺は各担当の皆さんとですね、村民ニーズに合わせて、観光客のニーズに合わせてですね、どういった表示がいいのかですね、その辺も含めてですね、もし、サービスができるんであれば検討していきたいなと思います。はい、議長1番。与那覇則夫議員。ぜひですね、この、トイレ表示取り組んでいただきますようお願い申し上げまして、一般質問を終わります。与那覇則夫議員の質問は終わりました。次に議席12番植地理恵子議員の一般質問を許します。
議席12番上地玲子議員。村民の皆さん、こんにちは。傍聴席の皆さん、お疲れ様でございます。議席12番の上地玲子でございます。一般質問入る前に、今年度で定年を迎えられる職員の皆さん、本当に長い間お疲れ様でございました。特に議会事務局長として頑張ってこられました山内明秀さん、いつも素敵な笑顔で私たち議員の皆さんとお付き合いしていただきありがとうございました。そして会計管理者の小林川清弘さん、議会の答弁では細かく分析した答弁でとても分かりやすく勉強させていただきました。本当にお疲れ様でした。これからは地域でのボランティア活動、そしてできましたら民生児童院を引き受けてくださるとまた人生も変わってくると思います。ぜひお願いをしたいと思います。そして今度健康増進センターの街灯を早速設置していただきました。退職ではないんですけれども、竹志課長、今度移動ですよね。本当に残念ですけれども、早速街灯をつけていただきまして、玄関がとても明るくなっております。利用者からも好評をいただいております。本当に迅速な対応ありがとうございました。それでは通告に従いまして、早速一般質問を行ってまいりたいと思います。大きい一番、村内の小学生が放課後どのように過ごしているか伺います。丸1、学童保育に通っている。これは全部人数とパーセントで答弁をお願いしたいと思います。丸2、部活動をしている。丸3、学習塾や習い事に通っている。丸4、児童館に通っている。丸5、公民館で過ごしている。これは主にわんぱく広場、まあ、その他も出てくると思います。丸6、家で過ごしている。共働きが、家庭が多くなっている現状で、放課後の子どもたちの居場所が今、社会的に課題となっています。本村としてどのように支援を行っているか伺いたいと思います。1から6に対するこれまでの支援額と、次年度の予算額についてお伺いをいたします。答弁お願いします。長峰博也学校教育課長。ご質問1の1についてお答えします。現在議会文教厚生常任委員会において同様の調査を実施しておりますので、平成27年度の調査結果でお答えいたします。1、学童保育に通っている人数は348名で 12%。 2、部活動をしている人数は892名で 31%。 3、学習塾や習い事に通っている人数は869名で 31%。4、児童館に通っている人数は21名で 1%。 5、公民館で過ごしている人数は103名で 4%。 6、家で過ごしている人数は901名で 31% となっております。また、1から6に対するこれまでの支援額につきましては、過去3カ年の事業費としてお答えさせていただきたいと思います。丸1の学童保育につきましては、放課後児童健全育成事業で南学童クラブへ補助金を交付しております。過去3カ年の事業費は平成27年度事業費決算額593万2000円、平成28年度事業費決算額632万5000円、平成29年度事業費予算額632万5000円、平成30年度事業費予算額は717万円となっております。2の部活動および3の学習塾や習い事に対しては支援をしておりません。4の児童館につきましては、児童館運営委託料で平成27年度事業費決算額
1,798万8,000円、平成28年度事業費決算額1,066万8,000円、平成29年度事業費予算額1,066万8,000円、また平成30年度事業費予算額は1,066万8,000円となっております。5の公民館につきましては、わんぱく広場を開設しており、過去3カ年の事業額は、平成27年度事業費決算額273万8,000円、平成28年度事業費決算額308万1,000円、平成29年度事業費予算額316万8,000円となっており、平成30年度は放課後子ども教室推進事業として、事業費予算額339万3,000円となっております。はい、議長。上地理恵子議員。はい、ありがとうございます。細かい数字でね、大変だったと思います。ありがとうございます。この質問は、平成26年。私9月定例議会でも一般質問をした経緯がございます。平成27年度には新しい子育て支援制度になり、その中で放課後健全育成事業の整備運営に関する基準が厚生省から出されて、本村においてもこの3カ年間で一生懸命頑張って努力してきていると思います。評価をしているんですけれども、そこで再質問をさせてください。丸一の、学童保育についてですが、これは本村では公設で1件だったと思いますね。南学童クラブ定員が40名ということがありますね。でそこで過去3カ年間の事業費としては約年間600万から700万で、事業費が行われている。その財源についてをお伺いをさせていただきたいと思います。これ1点目ね。そして2点目。それは保育料が多分父母から出ていると思うんですけれども、そこは所得によって異なってくると思いますが、約1人当たり保育料、いくら負担しているのか。そしてこの40名の定員で待機児童がいるのかどうかですね。何名待機児童がいるのか。その3点について答弁をお願いいたします。大城真由美子ども未来課長。今年度の、議会で結構放課後児童クラブ健全育成事業についてご質問が、多々ございました。でそれでこ の, 放課後健全育成事業というのは子ども子育て交付金ということで、厚労省の事業で実施しております。で国が、3分の1、県3分の1、市町村3分の1ということでの事業費持ち出しになっております。で、あと南学童クラブの場合は、保護者運営事業になっておりますので、保育料は1人当たり7,000円ということで、保育料を徴収しております。で待機児童に関しましては、前回もお答えしましたように17名ということになっております。上地理恵子議員。はい、ありがとうございます。そうですね、やはり40名の枠の中で南、ここは、南小学校ですね、ゆるげん南小学校が該当すると思うんですけれども、それに17名の待機が出ているということで、今後はそういった学童にやっぱりニーズが高くなってくるのかなと思います。そこで、再質問、丸に次は民間の学童保育園ですね、学童施設、8か所で308人の子どもたちが民間に通っているという答弁をいただいていますけれども、その民間での学童保育の父母の負担、保険料は1人当たりいくらになっているんでしょうか。概算でもしお分かりでしたらお願いをしたいと思います。大城真由美子ども未来課長。はい、8か所は施設民営化、民営ということになっておりますので、基本的にそれぞれの、
学童でちょっと異なりますけれども、基本的に1万円から1万5千円ということで保育料は聞いております。はい、上地玲子議員。これですね、今お答えしていただいた南学童と民間の、あの学童は、これは、そうですね、そうすると、大体民間で1万円から1万5千円ですね、そうすると、まあ、あの 南学童ですか、が1人当たり7千円ということで、今、質問をしたところ、そういう答弁なんですけれども、これはちょっと置いといてですね、あと、2と3について再質問をさせていただきたいと思います。部活動ですね、部活動をしている子どもたちと、学習塾へ習い事に通っている子どもたちの父母の負担、例えば部活費とかですね、塾のこの、まあ、お稽古しているこの費用ですね、父母の負担はいくらになっているんでしょうか、それお分かりでしたら、大体でいいです、答弁をお願いをしたいと思います。長峰博也学校教育課長。すみません、今あの手元の方には資料がございませんので、いくらということをちょっとお答えすることができかねます。上地玲子議員。部活についてはね、私もまあ読書で部活を見てますけど、だいたい月1000円から2000円ぐらいだと思います。そしてあと学習塾は多分5000円から7000円ぐらいですかね。まあその塾によってお稽古ごとによっても変わると思うんですけれども、それだけの父母の負担があるということですね。そしてあと児童館なんですけれども、児童館に通っている子どもたちが、まあ、今回21名で 1% ということなんですけれども、これは現在はどれぐらいの子どもたちが利用してます？それは多分調査したこの年よりはもっと増えていると思うんですね。これもしあの人数お分かりでしたらお願いをしたいと思います。大城真由美子ども未来課長。はい、まあ、児童館はですね、まあ、あの答弁では21名という形でありますけれども、あの児童館の利用者数は、年々増えております。で実際的には、学童も含めてなんですけれども、基本的に100名前後のお子さんが1日利用してますけれども、まあ、学童はだいたい40名全員ですので、だいたい60名弱ぐらいの方々が、お子さんが児童館を利用しているということになっております。上地玲子議員。そこのまた事業費について、ね、お伺いをさせていただきます。児童館については3カ年間のこの事業費からすると年間1000万から1100万の、まあ、事業費になっていますけれども、その財源についてお伺いをさせていただきたいと思います。大城真由美子ども未来課長。はい、児童館につきましては、まあ、これはあの老福協賛に委託しています。で委託料がこの予算額になっております。で内訳としてはやっぱり人件費が、まあ、ほとんどであの委託料の中に含まれておりますけれども、あと物件費とかですね、まあ、一般管理費という形でトータル1000万余り委託しておりますけれども、まあ、財源に関しましてはこれはあの単費の予算という形になっております。上地玲子議員。父母の負担もあります。もしあるにしたら。大城真由美子ども未来課長。はい、児童館は無料でございます。はい、上地玲子議員。はい、丸五の次は公民館で過ごしているワンパク広場の事業費についてをお伺いをさせていただきます。年間300万から、300万ぐらいかかってますね。その財源についてお伺いします。そして父母の負担、一人当たりいくら の負担になっているか、それもお願いをしたいと思います。山内正直、生涯学習課長。
教室推進事業の3分の2につきましては放課後子ども教室推進事業補助金がありますのでそちらを充当しています。で、各教室ですね今お貸し代ということで1人年間500円を管理しています。はい、議長。植地理恵子議員。はい、今の答弁でですね子どもたちの、まあ、放課後の居場所の財源が皆さんの頭の中にはいくらぐらいかかってどのような形で支援をしているかっていうのを、まあ、確認できたと思います。そして丸6のですね家で過ごしている91名の子どもたちが家でどのように過ごしているのかをもしお分かりでしたらお願いをしたいと思います。例えば兄弟でいるのかそして家に帰って、まあ、大人誰かおじいちゃんおばあちゃんと一緒に過ごしているのかそれとも一人で過ごしているのかですね各家族間の中でこれが一番、まあ、気になるところなので、家で過ごしている901名の子どもたちの状況についてを答弁お願いをいたします。長峰博也学校教育課長。当時、調査した内容によりますと家で勉強や読書をしている子どもたち、それからテレビやビデオを見ている子どもたち、それからゲームをしている子どもたち、あと漫画、コミックを見ているその他ということで、まあ、いろいろ過ごし方は曜日によっても、それから家庭によっても異なっているようでございます。はい、上地理恵子議員。はい、いろいろあると思うんですけれども、そこに大人がいるのか、どうかっていうのはお分かりでしたら、例えば子どもだけなのか、テレビを見るのも、まあ、ゲームをしているときでも、そこに大人がいて過ごしているのか、兄弟同士過ごしているのか、もしお分かりでしたら、答弁お願いをしたいと思います。長峰博也学校教育課長。この家で過ごしている、まあ、大人の人と過ごしているかどうかということについてなんですが、おばあさんの家で過ごしているとか、おばあさんの家で過ごしているとか、祖父母と過ごしているということもありますけど、友達と遊びに出ているとか、学校で、遊んでいるとか、あるいは近所のうちで遊んでいるとかっていうような回答が寄せられております。ですから全員ですね、全員がその必ず大人がいるということではないというふうなことでございます。上地理恵子議員。はい、放課後のですね、小学生になって放課後の子どもの居場所については、やはり共働きをしている私たち、まあ、親からするととても気になる時間帯だと思います。それで今放課後の子どもたちの居場所作りということで、いろいろ、まあ、新聞報道とかでですね、その居場所についてはいろいろ考えてみましょうということで、行政も一緒になって今考えているんですけれども、そこでやはりこの場で何度も私質問をさせてして答弁とやり取りをしているんですけれども、議論をさせていただいていますけれども、小学生の放課後っていうのは、午後3時から、だいたい5時6時までのその時間帯なんですね。その時間帯365日、まあ、夏休みを抜くとだいたい150日になるんですかね、200日になるんですかね。その間やはり3時間4時間ではあるんですけれども、子どもたちのその居場所、子どもたちの教育、社会教育の一環としてはとても重要なその時間帯になっているんです。これからもなってくると思います。そこで各市町村いろいろな施策の中で子どもたちの放課後どのように過ごしさせようか、そして施設も作ってあげましょうか、そしてまた居場所に公民館を作りましょうか、やってあげましょうか、そしてそこに支援を送りましょうかでとかですね、いろんな財源を持ち込んでいろいろやっています。私は読谷村は読谷村の独特な支援方法をしっかりと今打ち出していくべきじゃないかなと思っています。教育長は常におっしゃっています。
地域の子は地域で育てましょうっていう、私も大賛成です。私も3名の子どもを育てて、地域で波平の地域の方々が見守って成長させていただきました。本当に助かりました。で、区民運動会であったり、そして区民上会の中でいろいろ出し物をしたりとか、そして、合同祝いでいろいろ祝ってもらったりとか、やっぱり地域で子どもたちを育てるっていうのもこれからとても重要なことになってくると思うんですね。それからするとやはり公民館を活用したこの子育て、その居場所づくりっていうのに対して、私は福祉公民館構想って常に言いますけれども、そのわんぱく広場は今1週間に1回ですけれども、わんぱくとは別にですね、月曜日から金曜まで、まあ土曜日の午前中でもいいんですけど、まででもいいんですけれども、親がお家にいない子どもたちを地域の公民館で、公民館にいくらか支援をしてですね、その財源を与えて、公民館で支援を配置をして、その子どもたち、放課後の3時間から4時間支援できないかなと思っているんですけれども、今いろんな財源がございました。やはり子どもたちの放課後の選択についてはいろいろあっていいと思います。これは親と子が決める選択肢であります。で、塾に行っている、ね、お稽古事をしている、そして部活をする、そしてわんぱく広場に公民館で遊ぶ、で児童館に行く、それもやっぱり子どもたちの選択肢の中であっていいと思いますけれども、やはりそこに漏れた子どもたちをどうするかということを地域でしっかり、地域の人たちと連携を持って、やはり子どもたちのその放課後の居場所については考えていただきたいと思うんですけれども、そこについてですね、その辺についても大きな枠になると思うので、教育長、やはりそこはですね、教育委員会だけではなく、子ども未来館、福祉館も一緒に連携して、点と点ではなくて面でお互いを支え合う仕組みが子どもたちのやっぱり放課後の健全育成につながってくると思いますけれども、福祉公民館構想の中でこの放課後の子どもの居場所づくり、自治会の皆さんにお願いをして、そこを協力していただくっていうことに対しては、教育長としてはどのようにお考えになるでしょうか。答弁をお願いをしたいと思います。松田平次教育長。はい、今上地議員から、いろんな提言がございましたけれどもですね、本当に、行政としていろいろな受け皿を作って、子どもたちの健全育成に、資することは大変重要なことであります。ただ今、公民館のお話がありましたけど、公民館はまた公民館としてのいろいろな事情もございますでしょうからですね、いろんな形で、皆さんとご協力をお願いしながらですね、いろんな方面で、こういった結びつきを持ちながら、本当に地域の子は地域で育てられることができたら最高だなと思っています。いえいえ努力をしていきたいと思います。上地玲子議員。はい、私も、県内ちょっと、2、3箇所調査をしてきました。で、ある地域ではですね、公民館を活用して、子どもたち放課後そこで預かっていますと。そしてそこには支援をちゃんと配置をして、学習をさせて、学習の支援をしたり、そして遊びのゲームをさせたりとか、そこで担っているということをお聞きしました。そこで一番そこに、ちょっと読谷とは違うなと思ったんですけれども、そこは加入している、自治会に加入している子どもたちは1000円を徴収しているということでした。やっぱりおやつ代であったり、いろいろやっぱりその用具とかですね、費用がかかる。でも支援員とかそのボランティアの活動は有償で行っている。これは行政がしっかり支援しているということでした。ただし未加入の子どもたち には5000円を徴収して負担していただいているということです。それでもやはり行政にやっぱり加入する、自治会に加入することによって、自分たちの子どもはやっぱりそこの公民館で、いろいろ担ってもらえるということで、加入率もやっぱり促進につながってきたっていう、そういう連絡も受けたんですね。それからしますと、やはり子どもたちの放課後のその居場所を自治会公民館でやることによって、自治会加入もやっぱり
増進にもつながってくるということを私も情報として得てきましたので、ぜひ読谷村においてもですね、そういった形で取り組んでいけたらなと思っています。それとあと1点、南学童クラブなんですけれども、次は、30年度は予算放課後の教室推進事業の中で、339万3000円ですが予算を持っていますけれども、好きなの方にそのクラブを、学童クラブを立ち上げるっていう、設計に入るということなんですけれども、その事業は例えば各小学校に5校に配置になると思うんですけれども、今南小学校はあります、木名小が今度設計入って実施になってくると思うんですけれども、あと3校ですね、建設する予定なのかどうかですね、そこ答弁をお願いをしたいと思います。それっていつ頃になるかですね、お願いします。大城真由美子ども未来課長。はい、具体的な、整備方針ということになると思うんですけれども前回も答弁させていただきましたけれども、この放課後健全育成事業、県のですね、一括交付金事業もございまして、それを活用いたしまして最初、建設用地のめどがある、木名小学校区内を、考えようと、で次に、古源小学校をということで、子ども未来課としては、関係する教育委員会等々と、話し合いをしながら進めていきたいなというふうに考えております。で他の学校はといいますと、今の段階でですね、何年度にどこにということはやっぱりちょっとお答えしづらい部分がございまして、条件整備が整い次第整備していきたいという考えはありますけれども、現段階で何年度にどこにということはちょっと申し上げることができません。上地理恵子議員。はい、ですね、やはりこういう施設を作るとまた大気が出てくるということになるんですね。で大気が出てくるとまたそれに大気の子どもたちをどうするかということで、出てくると思うんですね。それからするとやはり今ある財源で今どのような形で子どもたちを放課後支援できるかということをですね、やはり私たちは地域の大人の一人として今日の読谷小学校の卒業式に参加させていただきました。本当に感動的でした。小学校1年から6年生、やはりこんなに6年間で大きくなるんだなって、そして将来の夢も目を輝かせながら一人一人語っていました。とても感動でしたね。ということはやはり子どものこの世界っていうのは格差は絶対作っていけないと思います。みんな同じようにいろんな選択肢の中で成長してほしい。そして子どもの夢に合った私たちは環境を作ってあげるのが私たち地域の大人の役割だと思いますので、ぜひとも夢を壊すようなことではなくて夢を抱けるような読谷村、子どもたちの地域づくりにしてい、きたいと思います。一緒によろしくお願いをしたいと思います。大きい2番に移ります。村内の保育所保育園ですね、幼稚園小中学校での防犯対策についてお伺いをしたいと思います。1、防犯対策の現状。2、非常通報装置を設置している保育所保育園幼稚園小中学校はありますか。また県内他市町村での設置状況についてをお伺いをいたします。3、本村として非常通報装置の設置をどのように考えていますか。答弁をお願いをいたします。長峰博也学校教育課長。ご質問 2-1 についてお答えします。保育所園については認可保育所園で5カ所、すべての村立幼稚園、小中学校に防犯カメラが設置されております。また、すべての施設において防犯マニュアルや計画を作成し、防犯訓練を実施しております。ご質問 2-2 についてお答えします。非常通報装置については、
読谷古源の両中学校に設置済みであります。県内すべての市町村の状況を掌握する資料がございませんでしたので、近隣市町村へ確認したところ、恩納村については全施設設置済みとなっています。他の市町村につきましては一部の幼稚園学校で設置されているという状況でございました。ご質問 2-3 についてお答えします。子どもたちの安全安心を確保するため必要な設備であると考えております。植地理恵子議員。はい、再質問をさせていただきたいと思います。防犯対策としてですね、防犯カメラの設置と、それから防犯訓練を実施しているという、答弁をいただきました。今ですね、保育園とか保育所、そして幼稚園は女性の職員が多いですよね。まあ、女性が弱い、強いではないんですけれども、やはり女性が多いということは、その防犯に対して不審者が侵入してきたときに、どういった形で対策を考えているのかですね、その対策方法を答弁お願いをしたいと思います。長峰博也学校教育課長。はい、村内の幼稚園と小学校の距離というのは結構離れている、というところが、ございます。それで、学校としても常にこの件については非常に気にしているところがございまして、で幼稚園から小学校には何かあったときにはすぐ、電話連絡が行けるような形で体制を整えるようにという形で今、やっているところでございます。植地理恵子議員。はい、今議員の方からですね、110番ということがありましたけれども、それも必要ですね。で、110番して本当にその場で110番できるかどうかですよね。多分不審者が来たらみんな動揺して、私も110番したことあるんですけども、119番でも本当にもう震えて回せない、押せないっていう現状があるんですね。その中で果たして110番でいいのか、そしてまあね、お互い連携を取ってということもあるんですけれども、2のところで読中と古中両中学校にはその装置を設置しているということがあるんですけれども、その設置した経緯についてお伺いをさせていただきたいと思います。浜川秀樹教育総務課長。はい、両中学校につきましては、比較的、建築年数が最近作ってありますので、その校舎建設に合わせて設置されたのだというふうに、伺っております。植地理恵子議員。その設置するときに、新しい校舎の建築に伴ってということですけれども、どうしてこの非常装置を設置しようという思いになったんですか。長峰博也学校教育課長。はい、確かにそうだということで お答えすることはできません、おそらくですが、平成13年の6月に大阪、教育大学附属池田小学校の事件がございました。それより後の施設については、この防犯非常通報装置が、大体設置されているというところは、お聞きしております。ですから両中学校についてもそういった対応をなさったのではないかなというふうに思います。植地理恵子議員。そうですね、皆さん記憶に新しいと思います。その事件があって、やっぱり学校現場もすごくその防犯体制については気をつけていると思います。そこで、非常通報装置を、新しい校舎には設置をするということなんですけれども、やはり今ある小学校であったり幼稚園であったりですね、そこにも設置をすることによって、このボタンを1本押すとですね、押すとそれが自動的に県警本部にパッて通報が行くんですね。通報行って、そのシステムの中で、
この通報を受けた近くにいるパトカーに通報入って去って対応できるっていうこの臨床性があるんですよ。それからするとこの1本のボタンを押すことによってその対応ができるっていうことはすごく子どもたちを守る立場からすると安心できる装置じゃないかなと思うんですけれども、その設置に向けては今答弁では必要な設置であるということではあるんですけれども、これは早急に私は必要なこの設置には急いで設置した方がいいと思うんですけれども、その対応についてはどのようにお考えでしょうか。浜川秀樹教育総務課長。はい、こちらにつきましては学校側ともいろいろ意見交換を今後していきたいと思いますけれども、学校でいろいろ現在も、その場合の対策等をいろいろ検討、知恵を絞りながら対策を行っているところだと思いますが、今回議員がご指摘の通り、やっぱりそれがあるの場合の安心の度合いというのは全然違うと思いますので、どのような形で整備ができるのか、費用の、財政的なものもございますので、鋭意研究をさせていただきたいと思います。上地理恵子議員。はい、学校もそうです。保育園もすごく早急に必要な、この装置だと思うんですけれども、保育園から先にその装置を設置するということはどうでしょうかね。答弁お願いします。大城真由美子ども未来課長。はい、村立保育所に関しましては防犯、通報装置の設置は今ございません。で、防火通報装置はございますけれども、結構保育園というのは、囲まれている部分がございまして、施錠を、強化している部分がございます。そして嘉手納町に対して不審者対策の研修会を年1回実施したりとかですね、そういうようなことは行っております。であと夜間とか休日の対応としましての防犯アラームは、それはオンにしてて、建物に侵入者が入ってきた場合は業者へ連絡行くようになっております。あと認可保育園に関しましては実際入っている施設もございまして、であと通報装置の設置で保育時に侵入者がいた場合にちょっとボタンを押して、それが警備会社に行きまして、そこから駆けつける仕組み、それからまた警察へ通報という形の仕組みを取っている認可保育園もございます。でも全てが全てこの保育園がそういうことをやっているかというと、やはり予算的な面とかですね、そういう面でなかなかちょっと検討してるけど予算面でちょっと厳しい状況ですっていうことの回答がございました。上地理恵子議員。やはりですね、いろんな方々がやっぱり出入りする施設でもありますよね、送迎であったりですね、そういう面からすると子どもたちの安心安全を確保するためには、やはりこの、防犯対策として非常通報装置をぜひですね、早急に対応をしていただきたいと要望して、次の質問に移ります。大きい3番、村道中央残波線が今年度で全面開通となります。浪平宇風道地域で課題となっている中央残波線から県道6号線を結ぶ道路、縦のラインですね、の今後の整備予定についてをお伺いをいたします。山城克爾土木建設課長。ご質問3についてお答えいたします。ご質問の浪平不動地域の雨水排水につきましては、現在読谷村排水計画策定業務において村の全体計画を取りまとめているところであり、その成果をもとにどのような補助メニューが活用できるかも含め、関係課および関係機関と調整と行った上で今後の整備計画が示せるものと考えております。
上地玲子議員。そこはですね、中央残波線工事当初からすごく課題で、地域の人たちはもう集中豪雨の時は6号線沿いの冠水がひどくてですね、すごく悩んでいた時期があります。今は少し良くなっているのかなと思うんですけれども、まだまだやはり上の方から特に金秀前のですね、交差点信号があるんですけれども、その上の方からもう鉄砲水が流れてきて、それと一緒に砂利がですね流れてくるらしいですね。そうするとやっぱりそこら辺歩くのが大変だと、集中豪雨で民家の敷地にまでこの水位が入っていって、であるもうさ、奥の地域住宅では庭のもう50センチぐらい水がもう溜まるということで、どうにか早くしてほしいということで、今もう残波線が開通した後にもうこのね道路の整備がいくからということを今ちょっと渡している現状があるんですね。それからすると早急に道路の整備、道路とそして側溝ですね、できたら側溝までつける方法を考えていただきたいんですけれども、今整備計画を行ってからという答弁があるんですけれども、早急にやってほしいんですけど、このいつ頃できるかですね、時期的なものどうなんでしょうか。答弁お願いします。山城克爾土木建設課長。はい、今議員がおっしゃるこの縦線なんですけれども、今村道中央残波線ができることで、以前はこのソビ通信施設の一部もですね、この縦線に流れていました。今中央残波線ができることでですね、流域ここに流れる水が中央残波線に止まってですね、その分から分散されているということで、約3割ほどがですね軽減、3割 30% ぐらいが中央残波線で処理できたという形で、ある程度この県道沿いに水流れる水は軽減されてはいます。ただ今おっしゃるようにこの金出前の部分においては側溝がなくて、あと縦断勾配道の勾配がきついということで、結構流速の速い水が流れているということでございますけれども、まず側溝を設けるとなると、当然下流側県道側に接続するか、それをまたいでどっかに水処理しないといけないということになってきます。そこで県道外の接続となると、今の県道の側溝断面がですね、道路だけの流域面積で断面が決定されているものですから、この部分を受け入れるとなると県道としてはその断面では履かないんで、それはじゃあ県道の取り付けをせずにどこかで処理してくださいというのが県の見解です。ですので今先ほどもお話ししましたけども、雨水計画策定業務という中でこの部分の水をどうにか処理するような方法を、流末を確保した上でこういった側溝を設けての水処理というふうになってくると思いますので、ただ道路を整備するだけではなくてですね、その流末まで考えないと逆に下流がもっと溢れてしまうということになりますので、これはさっきの答弁と繰り返しになりますけども、未だその水排水計画のですね、その辺の進捗にも合わせながら、そういった道路整備もそれの中で進めていきたいと、計画を立てていきたいという形になってくるというふうに考えています。上地玲子議員。はい、ぜひですね、早めの対応をお願いしたいと思います。本当に大雨降ると、向こう歩くの大変なんですよ。今おっしゃったように、もう勾配がすごいんですね。で勾配で水だけだったらいいんですけど、砂利まで流れてくるんですね。そうするとこの側溝もないもんですから、そこの流域のところではもう本当に砂利も一緒になった形の、水が溜まってくるということで、地域の人はとても困っていますので、ぜひ対応、早急の対応をお願いをしたいと思います。次4番いきましょうね。大きい4番。平成27年度施行されました生活困窮者自立支援法についてお伺いをいたします。1、平成27年から29年度各年度の相談件数と内容についてを伺います。2、この制度の周知についてをお伺いいたします。千葉名正福祉課長。ご質問4-1についてお答えいたします。平成27年度398件、平成28年度490件、平成29年度2月末現在473件です。主な相談内容は、
住居、健康、医療、生活、権利擁護に関することでした。ご質問4の丸2についてお答えします。この制度の周知方法については、平成27年度と28年度は、沖縄県が作成した同制度の案内及び相談場所を告知するチラシを全国配布いたしました。また、平成28年1月からパーソナルサポートセンターにより、第1、第3火曜日10時から16時、役場内で暮らし、仕事、何でも相談会を実施するために、広報読谷および役場ホームページでお知らせを行っています。はい、上地玲子議員。はい、その支援はですね、とても重要な、やっぱり生活困窮者のための本当に施策だと思うんですね。で、やっぱり苦しいけどどういうふうにしていいかわからない、生活が苦しいけどどこに相談していいかわからないとかですね、いろんな相談が見えてくると思うんですけれども、その中で今住居、健康、医療、それから生活とか権利擁護について、相談を受けているっていうの内容なんですけれども、その中で、どういった形で相談を受けて解決に結びつけているのかどうかですね。例えば住居でしたら、相談に来たらその困っている人たちはどういった形で支援をして、で、アパートがないとか借りれないとかですね、そういうことがとても困っている人たちがいると思うんですけれども、そういった住居に対してどのような形で支援をしているのかですね、具体的な例がありましたら答弁をお願いをしたいと思います。知花正福祉課長。はい、住居でお困りの相談への対処方法ということでのご質問にお答えいたしたいのと思います。まず相談は社協さんのですね、CSW コミュニティソーシャルワーカーさんが受ける場合であったり、あるいは先ほどご紹介いたしましたパーソナルサポートセンター、これ県の委託業者が相談に乗るんですけど、そういった方々が相談に乗りまして、その生活困窮者自立支援法の基づく生活困窮者住居確保給付金という制度がありまして、その要件を満たせばですね、相談を受けて、その要件を満たせば、読谷の場合でしたら中部福祉事務所と相談をつなげてですね、そちらの方で中部福祉事務所の方からその家賃相当分といいましょうか、その分が、その方、相談者、困窮者ではなくてですね、不動産の方であったり、あるいは大家さんというような形で支援を行っているということになっております。上地玲子議員。ちなみに、これを支援を受けたのは何名ぐらい、何件ぐらい。しばらく休憩いたします。再開します。知花正福祉課長。はい、今手元の方の資料によりますと、今年度でですね、7件の相談を受けているんですけど、その7件のうち先ほど申し上げました給付金が、実際、受ける該当になったかどうかというところは申し訳ございません。そのところまではちょっと調査できてなくて、その相談件数全体として、住居の関するところで、7件は受けているところでございます。上地玲子議員。それとですね、あと同じなんです、住居ではなく、次は健康医療ですね、健康医療については、どれぐらいの、どういった内容の相談で、どういった形で支援を行っているのかですね、そこをもしお分かりでしたら、答弁をお願いします。知花正福祉課長。はい、健康医療ということで、一部介護も含めてご報告をさせてください。
健康医療の件で今年度22件で、介護の方で33件ということになっております。で、どういった中身、支援の中身ということなんですけど、具体的なその、まあ、先ほど申し上げた給付金的なですね、なんかそういったことではなくて、まあいろいろな、まあ、中部福祉事務所であったり、あるいは役場であったりとか、こういろんな機関にですねつなげていくような役割を果たしているものだと、この制度の中ではですね、そういった給付金関係ではなくて、いろんなところにつなげをしているような形が見受けられますということです。上地理恵子議員。あとですね、まあ、答弁にはなかったんですけど、子どもの貧困についてはいろいろ今社会的にですね課題であるんですけれども、子どもの学習支援についてはその相談を受けて、その学習支援について支援をしている県が件数もあるのかどうかですね、そこら辺もしお分かりでしたら答弁をお願いします。知花正福祉課長。はい、子どもの学習支援ということなんですけど、子育て、まあ、教育というちょっと、相談の分類分けをしておりまして、その部分で申し上げますと、今年度につきましては今現在先ほど2月末時点では、0件です。ただ前年度28年度にいきますと13件のご相談がありました。上地理恵子議員。はい、この制度はですね、村民に周知をしていくためにはいろんな方法を考えていかないといけないと思います。生活困窮者の、の方々が自立をすることによって生活保護に至らない、そして自立をさせることによって家庭環境も良くなってくる。で、そうするとやっぱり就労であったりですね、いろんな形で社会にも貢献できるっていうことにつながってくると思いますので、この制度についてはおいおいですね、私もこの場で一緒に考えていきたいと思いますので、よろしくお願いをして、今日答弁を終わらせていただき、質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。上地理恵子議員の質問は終わりました。本日の会議はこれまでにとどめ散会いたします。